皆さんこんばんは。今日はですね、2017年4月の27日、時間は19時28分です。僕はですね、ニコニコ生放送を3年やっていて、現在ふわっちというところで生放送で活動しております。配信で飯が食えるようになったので、日本一周の旅をしております。子供の頃の夢でした。旅人になるのは。ですね、1万人のリスナーさんに、感謝をするということで、1万人のリスナーさんに会いに行って、感謝を伝える旅というのをやっております。よろしくお願いします。現在日本一周の旅が、18日目。現在リアトツ人数は36名です。よろしくお願いします。トシアンワダツ、夢が叶ったね。はい、じゃあ行きましょう。こんばんは。マリアンワドツー。ジェイさんワドツー。もうちょい着く？了解。どこで待ってればいいかな？喫煙所で待っててもいいかな？ちょっとね、ユニクロ行ったんだけど、下着と靴下しか買わなかったわ。パーカーがね、いいのがなかった。だから素材感が合わなかったから、肌寒いけど、しばらく T シャツでいいや。仙台、まあ見ての通り大都会ですね。はい、仙台都会ですよ。駅前なんですけど、今、交通量とかで、交通量はこんな感じで、まあビルとか、夜の方が繁華街っぽくていいですね。こんな感じで栄えてますよ。風船ありがとう、ゆうなさん。じゃあ、喫煙所いますね、僕。じゃあ今から、リアトツ町やりましょう。今日は日本三景のね、昼間は、日本三景の松島に行ってきて、遊覧船に乗ってきました。もしよかったらタイムシフトを見てください。仙台都会だね。牛タン食べたよ。利久の牛タン食べた。利久の牛タンです。食べたのは。くっついた？カメラが調子悪いかもしんない。大丈夫か？すごく綺麗だね。ゆうなちゃんワド2。ワドを押してくれる小手半の人は、ワドの、あ、小手半の後にアットマークワド旅団って入れてください。ワド旅団のメンバー募集中です。一緒に旅しましょう。一緒に旅して、ワドを押してくれる人はワド旅団でお願いします。充電バッチリではないよ。一発しか持ってこなかったから1時間しかやらないです。リアトツ町は今ホテルでもう一個のパソコン充電してる。リアトツ町は1時間限定でやります。あとは飯食いに行く。ご飯食べ行きます。夜人多いね、やっぱり。あ、暗くなった。牛タンうまかったね。なんだろう、ちょっとカクつくよね。ぼやっとする。治ったかな。都会ですね。タクシーの数が違うもん、ほら。タクシーの数がすごい。ミニカーみたいになってるし。ね、夜景も綺麗だね。こんな感じ。お、和道旅団のメンバー、田村さん、ウェルカムです。そうそう、そんな感じ。タクさん、和道2。あれ喫煙所ここじゃなかったっけ。あれ喫煙所こっちじゃなかった。あったあった。アイアンドーナツさんいらっしゃい。ワドツでーす。アキッサさんワドツ。タバコ、喫煙所でタバコ吸います。
上着どうしようかな。気に入ったのなかったんだよね。髪型いい？ヒカルくんの専属美容師さんにやってもらった。そうだね、だいぶさっぱりしたね。風呂上がりっすね。あとヒゲ剃ったよ。整えた。武将ヒゲを。長さは短くできなかったけど。俺のチンコは可愛いから大丈夫。天使みたいだから。デリヘル読んでた。誰が誰が。ヒカルくんが、いいんじゃん。いやいや、ジャーニーさん、こちらこそ。お、リュウホさん、了解です。練習してないやつは殺します。了解です。マーニアさん、ちなみに顔出し OK なのかな。お、カブニートワカツ。ラスプーチン、こんばんは。髪乾いてるよ。ジェル塗ってる。リアと写真撮るかもしんないから。オッケーオッケー。じゃあ気をつけてね。カメラの角度とかこっから映るって教えるから自己防衛してください。にゃんワードツー。27人目ですね。37人目だね。次が。北海道回るよ。うん。車出してくれる人が見つかると一番いいんだけどね。北海道。喉乾いたな。飲み物買いましょう。さて、ずんだシェイク飲むか。ずんだシェイクももう駅前に来たから。差し入れは NG なんすよ。申し訳ない。ありがとうね、うなちゃんまんこ。気持ちだけいただきます。ありがとう。なんかその場で食べられるもんとか、できれば食事をおごってもらったりが一番いいっすね。そしたら荷物軽くなるんで。なんか差し入れね、結構ね、どでかいの持ってくる人がいるから。女？何女って。
だから飯をおごってもらったりとかそういうのがいいっす。国分町、俺ね飲まないんだよ酒を。こんな感じですね。差し入れ NG、 荷物になってしまうためと、リスナーさんからいただいたものを捨てたくないためですね。で、1000円の支援です。ステッカー1枚プレゼント。サインが欲しい方はマッキーを持参でお願いします。支援していただいた方は撮影の許可をしてます。はい、よろしくお願いします。宿泊、移動手段、アイテム、食事などお願いします。お願いします。生の支援だよ。生の支援は受け付けてません。161名さんいらっしゃい。今161名ですね。ステッカー複数枚。あ、購入っていうかね、一応その、路上販売が禁止されてますので、あくまで支援の、お返しとしてプレゼントっていう形になってるんだ。申し訳ないね。購入じゃない。で、例えば2万円いただいたら20枚渡しました、この前は。はい、そういう感じでお願いします。トンカリボイスさん、そんな感じで。1000円につき1枚プレゼントします。ただね、1種類しかまだ用意してないから、同じようになっちゃうけどね。あ、ずんだも、ずんだシェイクだ。忘れてた。ずんだシェイク飲みます。寒いけどね。ずんだシェイクうまいから。170名さんいらっしゃい。大阪もちろん行きますよ。日本全国もあるんで。はい。むしろ日本何周もするんでね。タイミングが合う地域、場所、など。むしろリアトとしたら滞在期間とかも変わるから。ぜひぜひ LINE ください。LINE はプロフィールページに書いてあります。ずんだシェイク。ね、リアトツ1万人の旅だからね。すいません、ずんだシェイク大きいのってないですかね。こちらエクセラでしたら。エクセラ大きいんですか。そうです、 1.5 倍になります。 1.5 倍じゃあエクセラで。上にホイップクリームとずんだのソースかかってますが大丈夫です。大丈夫です。お願いします。エクセラがお一つ450円です。はい、500円あるかな。500円で、はい、ペアにちょっと買ってよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。あ、レシートいいです。はい、少々お待ちください。次のお客様をお伺いいたします。ソーダシェイクの普通のサイズ。ありがとうございます。次のお客様にお待たせいたしました。ありがとうございます。ずんだシェイクです。ずんだシェイク美味しいよ。初日ディスったけど、後から癖になる。お疲れ。188名さんいらっしゃい。ユームさんいらっしゃい。にゃんこさんこんばんは。今日自分も、あ、本当にぜひリアトツもしよかったらしてください。リアトツ1万人の旅してます。え、L 買った。450円の方買った。いただきます。KB。うま。うん。お、組田ワード2。組田ごめんね。入金確認さっきしました。ありがとうございます。ほほやど、お疲れ様です。ひでぼうさん、牛タン食べたよ。ツイッター見てみて。利休の牛タン食べたから。うまっ。バーガープレゼントありがとう。うまいね。おもしろ絡みうざい。お前消えろ。ゆめちゃんこんばんは。今行きます。了解です。
バーガー10個ありがとう。にゃんこ山さん。アイテムありがとう。ユニクロでね、パーカーいいの売ってなかったから買わなかった。下着と靴下だけ買いました。同じ赤いパンツと、赤いパンツ2つ。赤いパンツ2つと、靴下4個買いました。ギフトさんはどつ？仙台いつまでいいんだろう。多分29に、明日までかな？明日の夜行バスまでいると思うよ。明日、帰ります。寒いっすよ。201名さんいらっしゃい。ずんだシェイク美味しいよ、北海道に多い。トホヤドって言うんだ。紹介業終わったら、終わった時に考えようかなと思って。俺頭悪いからさ、未来のこと考えるの苦手なのね。だから、俺は好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいから、この人生選んでるから。その時考えるよ。偉そうにする人嫌いだし、リスナーさんで偉そうな人も嫌なの、俺は。な、対等でいいじゃんって。別に。ズンダシェイクはね、駅のところに売ってたよ。駅前に。うまっ。駅のね、2階かな。フォローありがとう。フォローありがとう。大阪行くよ。大阪、うまいもん、おごって。むっちゃんフォローありがとう。こんばんは。ずんだの味と、濃厚な、シェイクの味。濃厚な。いい牛乳を使った。で、最初は、ずんだとシェイク別々でうまいのに、ぶつかってる感じがして嫌だって言ったんだけど、ずんだって癖になるんだよ。枝豆止まんないじゃん。その感じで飲みたい飲みたいになるっていう。初見さんいらっしゃい。次はね、一回幕張に帰る、千葉の。ニコニコ超会議でリアドツマツやろうと思ってる。行ってないっすね、まだ、伊達政宗の像には。2杯目っすね、でっかいのにしました。あ、寒い。多分駅員さんにずんだシェイクどこって聞いたら教えてくれるよ。仙台城行こうか明日。いつら1位大手の人やってないのかな。郡山の伝説のホームレスにはあって、ホームレスかどうか分かんないけど仙人にはあった。もしかして昨日なんか壁バンバン叩いてた人かな。その人かもしんない。近いの仙台城って。明日行く、
マサムネ像がどこにあんのかわかんないもん。萩の月俺苦手なんだ。あの、ヒカルくんと食べたけど、実はね、苦手なんです。萩の月苦手です、僕。東京でも売ってるから。寒いな、今日。青葉城にあんの？青葉城と仙台城は違うの？大手やってない。あ、オッケーオッケー、ゆうこさん。了解です。でももしかしたら、ゆうこさんが車出してくれたら、心霊スポット配信やるかもしれなかった。寒い。俺は寒さに強いけど、今日寒いね。風邪ひかないよ。大丈夫。お風呂入るから。大丈夫。風呂上がりだからね。レアドッツ旅今36名ですね。あ、仙台城がイコール青葉城なんだ。順調です。もしよかったら初見さんフォローよろしくお願いします。ロフトの近いパチンコ屋あんの？だよ、Pステーション昨日行って8000円負けたんだよ。ヒカルくん出してたよ。連チャンしちゃうかな？ヒカルくん勝ったって言ってた。8000円飲まれて、リアトツ行きたいって言って、チャンコーと会うために俺店出たんだよ。夜12時までやってんなら打とうかな。Pステーション出るの？釘は開いてたんだけど回らなかった。宇宙に行こうかな。大手全然やってねえな。全然ダメじゃん大手。お店に行くか。お店でよ。あれまたコメント止まった。なんか最近バグ多いよな。コメントが止まるんだよ。なんなんだろう。200人見て米止まるとかありえないかな。
近来たな。アーケードにあるベガスベガス、アーケード行こうか。夜ご飯まだ食べてないっす。金梅さんキャスやってる？桜の百貨店 H&M 入ってる。 H&M どこだろう。あったあった。みんなでふわっち盛り上げようぜ。牛タン、今日も牛タンにする？よりが悪い。なめこゼルさんいらっしゃい。ワドツー、寒いからちょっとここにいよ。マジでベガスベガス行こうかな。じゃあ出る。仙台って換金率どれくらいなの？ラーメン二郎はいいや。じゃあ、あと30分。あと30分、リアドツ待ちしまーす。30分待ちましょう。牛タンうまいね。牛タン最高だよ。換金率はどれくらい？ 3.5 を超える？あのね、郡山 3.7 だった。じゃあ今日パチンコ打つか、帰りに。 H&M で服、 H&M 何時までやってんだろうね。どれくらいなんだろうね。確かに腹減ったな。でもオイスターうまかったよ。今日牡蠣食べ放題だった。 3.57 か、まあ、ちょい悪いな。まあ、多分でもね、回るんだと思うよ。回転率がいいんだと思う。営業時間もやばいしね。 3.57 は辛いな。腹減ったね。どうしよう、もう一本タバコ吸おうかな。もう一本タバコ吸おう。タバコ吸いくわ。何食おうかな。寿司食おうかな。どうしよう。 H&M じゃあ後で帰り寄ってパーカー。俺ね、素材が着れる素材と着れない素材があるから、着れる素材かどうか見てくるわ。いきなりステーキって何？ラーメンもいいね。あ、妖怪麺子って何？あの、仙台なの？いや、妖怪麺子会いたいんだけど。全然、アポが取れたら会いたいけど、つながりがないな。来ないね。お！こんばんは。こんばんは、はじめまして。あ、どうもどうも。いや、ちょっと、お二人でですか？いや、付き添いできました。付き添いできたの？ありがとうございます。マドーです。はじめまして。片手すいません。ありがとう。ありがとうございます。マーニア様？そうです。ああ、ありがとう。どうしようかな。ちょっとタバコを吸います？すいません。あ、じゃあ一緒に吸いに行きましょう。って言ってる。いらっしゃいましたよ。ちょっと顔出し NG なんで、ちょっと今カメラ伏せるね。どうしましょう。ここに座ったらじゃあ映らないんで。はい。
ありがとうございます。超嬉しいです違う、もう前もって今日のね、昼間ぐらいですよね、連絡いただいたのって。夕方ぐらいに、もしよかったら会いたいですって言っていただけて、ありがとうございます、いつも。いやいやいや、そんなことない。ちょっと弟巻き込んだんで。あ、弟さんなんですか？ 6 兄弟で。旦那の弟なんです。あ、そうなんですか。ありがとうございます。運転していただいて。いや、自分運転してきました。あ、そうなんですか。あ、恥ずかしいからってことで。完全に巻き込まれてるよね。弟さん。え、どちらから来られてるんですか？僕は西新宿です。新宿ですか？はい。で、日本全国、1万人のリスナーさんに挨拶するために、こう、旅をしてるんです。今日で18日目で。あれ、昨日、あれですよね。3代目、ヒカル。ヒカルくん、そうっすね。ヒカルくんと一緒にいて、その前にヒカルくんの家に泊めてもらってたんで、1週間ぐらい。あ、見てた。今、ちょっと格闘技を大会があって。捨て頃。捨て頃。格闘技を教えてもらってるんです。頑張ってください。頑張ります。買ってほしいよ、ね。そうですね。チャンピン。そう、チャンピンが相手なんですよ、僕。うん、見えてる？またコメント止まったな。どう？初めて見た。電波悪い。リアドスとか したことは？一回あります。誰ですか？金梅。ああ。金梅さんシャイですよね。リアルで会うと。会ったことあります？いや、ない。ないですか？はい。でも、ステッカー持ってるよね。あ、もらったんですよ。金梅さんのステッカー？ありがとう。来てくれた。ありがとう。OK、見えてる？ちょっと止まってるね、若干ね。コメント動いてる？なんかね、画面に映ってない時は俺がコメント読めてない時だと思って。なんか最近この障害が多いんだよ。画面のキャプチャーの方が止まってる場合は俺が読めてない時だと思って。コメ欄が止まるんだよ、俺のパソコン。多分ね、ダウンロードの方が遅いんだと思う。アップロードはできてるからみんなに放送届いてるんだけど、ダウンロードができてないからダメなんだと思う。お父さん、ここですいません。ありがとうございます。少ないです、ね。いや、そのです。頑張ってください。ありがとうございます。ご支援いただきました。ごめんなさい、少ない。ええー、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。明日の朝、仙台、朝いるかな？朝、何時ぐらい？逆に、待ち合わせすればいいんじゃん。LINE くれたら、その時間に、行くか、俺のホテルのまで来てくれてもいいし。ね、重いんだろうね。2回目、ミミンありがとう。次どこ行かれるの？もう、その日、木のままで、どこ行くか考えてないんですよ。で、一応、あさってに、ニコニコ超会議って言って、幕張でイベントがあるんで、10万人ぐらい人が集まる。そこでリアトツマチをしようかなと思ってます。すいません、拙いものですが。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。すいません。ありがとうございます。結構デザインも自分でやってるんで、それ。すごいですよね。なんかライブハウスのスタッフパス風で。すごい。PC の人数増やさないと。PC の人数って何？ 50 時間くらい考えたって一緒に。うん。もし、ホズミさん、リアドしていただけるのであれば、連絡ください、LINE に。地元仙台なんですか？地元は、自分フルーツ来るかもしれない。生まれはこっちなんです。はいはい。ずっと、今住んでるとこ。住んでるとこ、こっちなんで。あー。家族より長くいるかなと思う。アイコスですか？最近みんな使ってますよね。なんかでも仙台だとグローっていうやつがあって、はい、それが今なんか結構手に入らない。人気なんですか？人気みたい。仙台限定みたいな。先行販売。LINE はね、俺のプロフィールページに URL が書いてありますんで、プロフィールページクリックしてみてください。URL を。
仙台の人の余ってないでしょ。あ、オッケーオッケー。36名からプラスします。福島。福島の余りが強い。福島ダモンデって福島の余りですか。ダモンデ。それ名古屋か。愛知か。直拓さんのダモンデっていうのは愛知なのか。あ、言うね。愛知県民。お、LINE 来た。もし LINE 送ってくれた方、あの、コテハン書いてください。誰が誰だか分かんなくなっちゃうんで、ふわっちのコテハン書いてください。あ、メッセージで。今200人ぐらいかな。すごい。30分でトータル1000人、今233名です。30分で1000人ですか。30分でここ1000人、あ、顔映っちゃう、ちょっと。あ、いいです、大丈夫。大丈夫。いいですね、いいね。あの、ここが合計30分で見た人数で、今、リアルタイムで見てるのが230人ぐらい。ですね。そんな感じです。だいたい1日5000人以上は、トータルで、新規の人が。あ、新規で5000人ですか？新規っていうか、まあ、その、人数で言うと、だいたい1日5000人ぐらいで入りするっていう感じですね。ゆうこさん、なまってたかな？そうかな？こんばんは、あいこさんいらっしゃい。上がってるんですよ、ずっと。上がってるの。で、カナさんなんか一生懸命お塩をやるな、キュウちゃんの話してて、気づかずって、それが嫌ってたんですね。で、カナさんのところを超えた、あ、しゃべっとっていいですか。あ、もちろん一緒に撮りましょう。なんか恥ずかしい。あ、じゃあ一人でも全然、ちょっと待ってくださいね。いいですよ。もうクスクスしながら、やべ、見られたら。仙台仙台、今直拓さんが光るパチンコって聞いたから、直拓さんが光るパチンコって聞いたからって日本語おかしいよ、わかんないよ、そんな光くんのことは光くんに聞いて。どこ背景すればいいですか。あ、どこでも、あ、ここでいいですか。ここでいいですか。先輩使ってるから、すげえ出てる。もう一枚撮ってみますか。ありがとうございます。やったせっかくだからツーショット行くのがいい。ダメなんですか。恥ずかしい。ツイッターとか全然上げちゃっていいんで。あ、はい。はい。ありがとうございます。俺、動いちゃったんで。嬉しいね。よかった、会えて。いや、嬉しいですよ、僕も。ありがとうございます。多分4年ぐらいかかるんですよ。4年、5年ぐらい。結構旅が。1万人。だって今18日で37人なんで。え、これ1万人行くまでやっぱ帰らないっていう。ただ、あの、仕事で生放送の仕事とかが入ったら、あの、1回帰宅したりとかは OK っていうルールで。そうですね。こんなルールなんですよ。でもやったら。そもそも面白いですよ。余裕だ。お小遣い稼げますよ。ぐらぐらか。僕これ仕事にして20万ぐらい。月ですか。月です。あとグッズの販売であったりとか、あと YouTube の広告料で、まあまあそれプラスアルファみたいな。まあ3万ぐらいなら稼げるよね。多分本気でやれよ。おー、ケチェルいらっしゃい、こんばんは。どうも。リアトツ嬉しいよね。うん、楽しいしね、やっぱり。生、ん、どうすか？ネットで見てるのと、生で見るの全然違います？なんか一緒なんですけど、うん、生で見た方が、うん、恥ずかしい。恥ずかしい。生で見た方が恥ずかしいって何？なんだろう、生で見ると恥ずかしい。なんだろう、生で見ると恥ずかしい。おう、たくみさんいらっしゃい。亀尾さんいらっしゃい。ワド2。ワド2。挨拶なんですよ、ここの。やっぱ画面で見るのと、うん、実
際アテメは全然違いますよね。身長とかも低いんじゃないかとか、そう、よくあと太って見えるとか言われたりとか、うん、そうですそうです、リアトツいただいて、うん、リアトツいただいてって変な言葉だリアトツしていただいて、もしよかったらフォローしてください。日本全国旅してます。リアトツの旅やってるんでフォローよろしくお願いします。リアトツ OK の人ぜひ連絡ください。 LINE とか DM とか、 DM だとねタイムラグあるから LINE が一番つながりやすいですね。こんばんはって言ってますよ、マリア様に。こんばんは。映らねえよって言ってる声だけでもね、ぜひ出演してください。この辺、ずんだシェイクと、あと牡蠣と、今日牡蠣食べて、あ、牡蠣見た、超うまかったです。牡蠣食べ放題超安くないですか？999円。なんだこれと思って、身もしっかりしてて、うん、画面で見てた方がコメントできそう。生だと恥ずかしい。女の人だと、シャイな人だとね。でも、リアルで会ってるのにその場でコメント打ってる人とかもいるよ。あ、そうなんだ。わずと、その、冗談で。今日どうとか。うん、お、力丸さん風船ありがとう。アイテムありがとうございます。ちょっと月末なんで、支援よろしくお願いします。アイテム支援。ちょっと今月、また目標達成でき、半分も目標達成できてないんで。花火ください。よろしくお願いします。花火。うん。あ、本当ですか？ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。いっす。ありがたいですね。レイナさん、こんばんは。うん。いいね。どこがシャイなんだよ。声ありがとう。アイテムありがとう。じゃあ H&M 行こうかな。H&M 今日、明日が最後だね、仙台は。明日最後の夜。北海道に来たら、ああ、ぜひぜひ。俺ね、実はね、いとこのね、いとこのお姉ちゃんの名前がミンミンだったの。あだ名が。だからミンミンって聞くと姉ちゃんを思い出す。もう何年会ってないだろう、ミンミンと。長野にも行けますよ、電六さん。ぜひフォローしてください。長野に来た時はぜひお願いします。配信者の方はぜひ配信つけてコラボしましょう。一応リアトツのルールこうなってますので、ぜひお願いします。
今日、昨日と同じホテルだよ。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。嬉しいね、ありがたいね。おお、寒いな、今日。初見さんありがとう。現場監督ピン芸人さん。フォローありがとうございます。バカプレゼントありがとう。アイテムありがとう。寒い。みんなありがとね。じゃあ、あと15分で放送終わりかな。仙台の夜を満喫しますよ、僕は。あ、ほずみさん、明日ぜひぜひ、お待ちしてます、ご連絡。ほずみさんが明日、リアドしてくれるそうです。あったかいよね、みんな優しいよ。みんな優しい。いい人ばっかり。やっぱあれだね、ステッカーの種類増やした方がいいね。あ、了解です、電六さん。ぜひ会いましょう。なんかエスニックファッションとかないのかな？エスニック系の服が欲しいんだよね。宮城って、仙台ってエスニックファッションある？コケさんありがとう、アイテム。こんばんは。エスニックファッション。エスニックないかな？寒い。誰か知ってる人いる？あ、うなちゃんマン御用達の店まだやってるかな？行ってみようかな。いや、柄は変える。柄は変える。一個一個デザインする。デザイン好きだから。そうだね。でも、一人一回だね。これは。1万人に会うっていう。1万回会うじゃないから。郊外しかわかんないか。了解。一番街っていう、一番町っていうのがどこになるのかわかんないんだよね。こっから歩いていける？ネムさん、歩いていけるなら。一番町ってどこ？歩いていける。商店街歩くか。一番町ってどこにあるんだろう。クロスロード通りが、わかんないってクロスロード通りが。遠くはない？案内してくれる？アーケード行けば10分ぐらい。マジで？じゃあ行ってみようか。あれ、商店街の方行けばいいの？じゃあ行ってみよう。クリスロード。クリスロードもわかんない。クリスロードもクロスロードもわかんないよ。うん、両方ともわからんよ。クリスロード。うわ、つけ麺あるじゃん。安倍鎌の方。安倍鎌もわかんないって。初めて来た土地なんだから。わかんないよ、全然。この商店街で合ってるかな？これがクリスロードかな？はい、カズいらっしゃい、ワダツー。こんばんは。そこまっすぐ。痩せたかな？どうだろう。ちょっと実感湧かないかもしんない。そこは長家町。どうすればいいの？何がなんだかわかんないんだけど。
コーラスどこにあんの？ギャル好きなんだ。あ、ベガスベガスここか。じゃ帰りここで打とう。帰りここでパチンコ打ちます。ベガスベガス。牛タンうまかったね。リキュー、すき焼き、すき焼きも食ったよ。すき焼きと牛タン超うまかった。じゃベガスベガスで打ちます。帰り。あ、いきなりステーキもなんかコメントあったな。これだ、ステーキ屋さん。うん、次の交差点左に曲がる。了解。え、まっすぐ派と左曲がる派があるよ。服屋閉店時間そんな閉まんの早いの？マジか。パチンコやるよ全然。生活保護の時はやんなかったけど。パチンコ屋配信しないよ。うわ、星のカービィ。あー、ダメだ、俺旅中だ今。星のカービィのあれ取ろうと思ったけど荷物になるから UFO キャッチャーできないや。俺 UFO キャッチャー超得意なんだよ。え、左曲がるの？どうする？いいや、ハピナ通り通るわ。ハピナ掛け横丁、ハピナ掛け横丁通ります。赤になってた。あ、これがクリスロードか。クリスロードです。今あ、服屋さん閉まってるな。やってないね。UFO キャッチャー俺超得意なんだけど、荷物になるから取れないわ。東京来たらリアド次から頑張ってね。おう、オッケーオッケー、亀尾。こんばんは、編集長。こんばんは。服屋さん閉まってるね。服屋さんダメだ。コーラスってどこにあんのよ。お、ボイスパーカッションやってる。うめえ、うまい、うまい、うまい。カメラオッケーですか？うまいよ。うまい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 。連絡待ってるよ、ハセちゃん。うまいね。うまいね。やっぱストリートはいいね。ストリートで活動できるやつは強いよ。うまいね。服屋さん全部閉まってるわ。全滅だわ。ダメだな。服屋さん閉まってた。お、正義の味方いらっしゃい。だろっていうのがよくわかんないけど、あなたがやってんのストリートファイトでしょ。正義の味方久しぶり。元気？最近来なかったじゃん。全然。忙しかったのかな。閉まるの早いね、仙台ね。パチンコ屋だけだ。ちょ、歌舞伎町のノリではないんだね。うん、マニアありがとね、リアト2。ありがとう。ありがとうね。うん。大忙しなんだ。頑張って。俺も頑張るから。一緒に頑張ろうぜ。よかったよ。でも久々来てくれて。
強くなったよ、前より。前より強くなったよ。H&M、今からどこ行こうかなと思って、適当にプラプラ遊ぶよ。ニート？え、まあ、ニートっつうか、もともと経営者で、あれだよ。正義の味方、今働いてないけど、年収4000万とかの社長やってたんだよ。え、年収いくらっつったっけ？すげえ稼いでたんだよね。だからあれだよ、他のニートと違って、貯金いっぱい持って遊んでる感じだよ。遊んでるっつうか、まあ、絵の勉強してるんだよ。正義の味方、普通に事業家だからね。俺より全然金持ってるよ。2000万スタートか。うん。2000万スタートだって。昨日ここのアディダス爆笑したよね。昨日ね、ここのアディダスのショップで考えられない客がいたの。アディダスあるよーって言ってたら、こっからどんなやつ出てきたと思う？ねえ、びっくりしたよ。T シャツに思いっきりナイキのマーク入ってたからね。バーンって。ドヤ顔で出てきたからね。考えられねえわ、と思って。笑ったよ、昨日は。そう、思いっきりナイキのマークのお兄ちゃんが出てきたから。営業妨害だろ、あれは。じゃあ皆さんそろそろお別れです。お疲れ様です。道場破りだよね、完全にね。何も買わないに出てきたか。お通しの話結構合ってるよ、うん、結構合ってる合ってる。じゃあ皆さんまた明日。今日の放送はこれで終わりです。今日は2017年4月の27日、夜の8時25分でした。お疲れ様です。今日は、日本一周の旅18日目、リアタツ人数は37名です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。